昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが洗濯をしていると、大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おやまあ見事な桃だこと、おいでおいで、よいしょっと、どっこいしょ。おばあさんは一生懸命に桃を我が家へ運ぶのでありました。よいしょ。おじいさんが山から帰ってまいります。おばあさん、ただいま。お帰りなさい、おじいさん。おや、この桃はどうしたんだね。川から運んできたんですよ。おい、お待ち、これこれこれ、不思議な桃だ。そうですね。おや、と玉のような可愛い男の子が生まれました。子供のなかったおじいさんとおばあさんは驚いたり喜んだり、赤ん坊を桃太郎と名付けて育てることにいたしました。桃から生まれた桃太郎、気は優しくて力持ち、丈夫に元気にすくすくと育って凛々しい少年となりました。ある日のこと、あれ、こら待て、こら、悪い鬼が村人を追いかけております。よし、待たんか。そうだ、うわ、お助け。もう悪いことをしないか。どうだ、小僧め、この場はしないと言っておこう。痛かった。村人を苦しめるなよ。うん、それ、えい、えい。断然強い桃太郎、鬼は方法の手であります。よし、この角を取ってやる。うん、覚えてろよ、チキシュー。よし、鬼ども全員打ち取ってやろう。おじいさんとおばあさんは桃太郎のためにきびだんごをこしらえます。やれやれできた。鬼ヶ島おば打たんとて、勇んで家を出かけたり。桃太郎やい、行ってきます。おじいさんおばあさん、日本一のきびだんご、情けに突きくる犬と猿、日頃犬猿の仲の2匹、今日も京都で早速喧嘩、噛みつくやら引っかくやら大変な騒ぎ。やめい、仲直りすればきびだんごをやろう。
そして家来にしてやろう。これから鬼ヶ島征伐に行くのじゃ。どうか家来にしてください。よし、これから二度と喧嘩をするでないぞ。わかったな。わかりました。そこへやってまいりましたキジ。私めもどうかキジももろうてお供する。よし、みな仲良するのだぞ。急げ者ども、送るなよ。出発じゃ。かくして桃太郎は犬、猿、キジをともに鬼ヶ島を目指します。お、あれじゃ、鬼の宮殿が見えた。島へ渡るには船がいる。そこで頭の良い猿が一計を案じます。あの鬼をおびき寄せて船を漕がせよう。それはいい考えだ。何をするんだ、ほら。えい、言うことを聞け。わかったわかった、聞くよ聞くよ。鬼の宮殿、鬼の大王、今日も上機嫌で酒を飲んでおります。うまい魚が食いたいな。持ってまいれ、魚をくれ。ただいま。では運んでまいります。お待ちください。おい、魚をくれ。それが、えい、おお、待て。潜んでいた桃太郎一行、この隙に上陸、鬼の宮殿へ向かいます。ここまでだ。あとは通さぬ。とっとと帰れ。開けい、開けい、開けんか。大変です、桃太郎がやってきました。なに、たかがこわっぱ風情、恐れてなるものか。よし、あのでもかかれ。それ激しい戦に大勝利。桃太郎が剛健振るえば、犬、猿、キジもまた奮戦。鬼どもを追い詰めます。えい、おのれ、どうだ。えい、かくも。何を小僧、生意気な。悪役非道の鬼め、いざ退治てくれん。言わせておけば抜け抜けと。それ。えい、小僧、地獄へ送ってやる。えい、と。何のこれしき。桃太郎烈迫の気合、鬼を散々に翻弄す。さあどうだ。えい、手ごわい小僧だ。おのれおのれおのれ。鬼ヶ島をば攻め伏せて。どうだ、思い知ったか。参った、降参じゃ。
許してくれ。取った宝は何々ぞ、金銀珊瑚あやにしき、車に積んだ宝物。犬が引き出すえんやらや、猿が後押すえんやらや、キジが綱引くえんやらや、後には鬼が従って、桃太郎一行意気揚々と村へ凱旋するのでありました。日本一桃太郎一巻の終わりであります。